あなた運がいいんだって。エンリケの旦那ブタが、ストーリーを見るのに、5000円という課金を始めました。詐欺しすぎませんか。はい、ありがとうございます。これも何件か来てました。今日のですね、15時、はい、15時の動画見ていただけましたでしょうか。ねえ、どうしようもない動画でしたけども、見ていただいたらありがたいんですけどね。そうですね。まあ、こっから僕もね、まだ金を取るとは思ってなんか、これ、ね、何名か来てたんで、はい、これ何名か来てたんですよ。要するにですね、今なんか、僕も詳しくはね、僕ももう彼とはち、彼をストーリーでフォローとかしてないに見えないんですよ。エンリケ氏もですね、エンリケの、旦那も、僕はフォローしてないんで、ストーリー見れないんですけども、みんながみんな上げてくれるんで、今、ストーリーのスクショみたいなのを。はい。で、なんかその、今、夫婦喧嘩の様子をですね、僕もまあ全部追ってるわけじゃないんですけども、まあ、その、彼と、エンリケ氏のですね、やりとりみたいなのをですね、インスタの、ストーリーで上げてるんですよ。なんかこう、連絡取れませんとかですね、はい、今、弁護士と同行してますとか、まあ、あとなんか結婚のね、なんか慣れ初めみたいなのとかをですね、今、ストーリーで書いてるんですけども、あれもね、もうあの人も、なんかもう、ストーリーとか上げすぎなんで、その、メンヘラチックじゃないんかなと思うんですよね。これ、前もどっかの動画言ったんですけども、メンヘラの人間ってね、やったらですね、ツイートしまくったりとか、ツイートしまくったり、ストーリー上げまくったりとか、誰かに、まあ、自分は正しいとか、味方でいてほしいとか、そういう気持ちが心の中にあると思うんですよね。なんで、ひたすらこう、クークーさんで構ってちゃんなんですよ、メンヘラの人って。構っていっぱいありがとうございます。そう、あと、まやまやとかもそう。めちゃくちゃ構ってあります。まやまやもですね、アメブロ、エビゾーと揉めてるとかですね、言ってた時ですね、あれ、アメブロ50回ぐらい更新したでしょ。ストベイチョコさん、よしよし、ありがとうございます。ああいう人ってですね、もう不安なんですよ。はい、自分が、不安でしょうがないんで、はい、ああいう人が見るとこにですね、まあ、上げまくって、それで、まあ、詐欺師とかにも多いんですけども、あなたは正しいですが、間違ってないですとか、はい、そういうなんかちょっとでもですね、味方が欲しいんですよ。そうそう。それで、結局、そこで一緒なんですよ。そこで、ね、どんだけのフォロワーさんが間違ってないですとか、応援してますとか言ってくれても、一緒なんですよ。もう警察はそんな関係ありませんから。はい、あれ、みんな、どの人もみんなあげるんですよ。自分が正しいですみたいなのをやりとりするんですけど、で、まあ、正直ですね、まあ、ストーリーあげる分にはいいですよ。ツイートする分にはいいです。勝手にしとけばっていい話なんですけども、それをですね、5000円課金するって、僕はどういうことなんだろうなって、僕、ちょっと不思議に思いましたね。ガーシーさん以下ですよね。ガーシーさんはまあね、多分好きな芸能人とか、はい、例えばですね、まあ、関係ないですけども、自分が好きな芸能人のですね、なんかネタ持ってるとか言われたら、まあ、人間なんでね、聞きたいの分かりますよ。百歩譲ってね。興味があるっていうのは。だから、文春とかですね、フライデーとかフラッシュとかですね、ずっとこう何年もですね、やっていけるわけですよ。芸能リポーター昔からいましたよね。庄司なんとかさんとか、梨本さんとか、井上公造とか、ああいうのがやっていけるっていうのはですね、まあそういう、みんなね、芸能人とかの情報に興味があるわけですよ。ただね、この、夫婦のですね、話で、お金取るって、どういうことやねんと思いますけどね。
いやもう勝手にやってくる分にいいですよ、勝手にやってくる分には、うん、ストーリーもツイッターもね見るのタダですから、うん、これと、うん、あのストーリーで振り込ましてましたけども、はい、あのまあ逆に言うとそこまで金ないんかもしれませんけどね、はい、うん、5000円をあれしかもなんかその振り込み口座載せてたんで、うん、あのごそのよっぽど金ないんかもしれませんけどね。ツイッターフォローしてね。なんでまあ今さら5000円とかですね取ってもしょうがないんで、マジで その単位の金がない可能性もあるんですよね。うん、ああいう人ってね、まあ昔から新地も銀座も六本木もいるんですけども、あの人の金もう借金してでもですね、飲んでる人とかいるんですよ。あれもう病気ですよね。まあ自分がですね立派に見せたいのか金持ちに見せたいのか、うん、そういう、なのかもしれませんけども、うん、いや何人払ったんですかね。うん、ああいう人間になんか情報をですね、うん、知られるの嫌ですけどね。あれむちゃくちゃめんどくさいはずで確認、例えばね山田太郎で振り込んでですね振り込みましたってなんか確認してもらうわけですよね。あれしかもどうやって見せるんですかね。ああそうか、インスタのストーリーで選んだ人だけに見せる方法ありますよね。うん、要するにこの人とこの人に解放みたいな感じで、うん、そう見せるのかもしれませんね。あとまあ夫婦ですね、今日の動画の時コメントあったんですけども、まあ、うん、0円っていうのはまずありえないんで、青汁王子の動画ですね、0円っていうのがありえませんから、まあ資産を隠してるのかもしれませんね。はい、でやっぱ海外に逃げる、やっぱどう見てもですねあのまま日本に行ってるとですね2人ともにですね、まあ、普通に行けば逮捕されるんで、うん、まあね、自分で自分の首を絞めた感じがしますけどな、青汁王子の動画とかで出てですね、うん、やっぱ頭がその根本のですね地頭が良くないんで、青汁王子の動画に出てですね、なんか自分が知らぬ存ぜぬで通したらですね、全部罪が旦那に行くのかと思ったのかもしれませんけども、まあ世の中そんな甘いはずはなくですね、うん、あれで余計叩かれましたから、そこがですね浅いんですよね。うん、非常にこう浅いんで、であとまあそのお金がないっていうのは通るのかと思ったかもしれませんけども、まあどっかに金、海外とかにですね金を、うん、その貯めてるのかもしれませんね。はい、なんでまあとにかくお金はまあ全くないっていうのはまあ絶対嘘ですし、まあ、うん、どれぐらいわかんないですよ。豪勢に見知ってたんは、うん、彼らの手法なんで、ね、高いホテル泊まったりとかね、エルメス買ったりとか、ああいうのとかは、まあ、彼らの常套手段なんで、うん、そう、わかんないですけども、結構あるじゃないかなと、僕、そうですね、よっちゃんさんなるほどありがとうございます。うん、かなりの資産隠しはしてるはずだと思うんですよね。ドバイが結構甘いん、ドバイ、昔はシンガポール甘かったですね。はい。んで、ドバイは、もっともっと甘いんで、経済犯に。なんで、ドバイらへんにですね、ガーシーさんとか、あそこは敵かもしれませんけども、あっちっていっぱい経済犯が行ってるんですよね。うん、もう、日本に帰ってきた逮捕される人間がですね、そこそこいてるんで、ドバイ。僕の知ってる人間も何人かいるんで、つながりは結構あると思いますけどね。だからまあ、味方もいれば敵もいるのがドバイなんで、まあまあ、やっぱおそらくドバイじゃないですかね、逃げるとしたら。まあ、このまま日本いてもね、はい、捕まるだけですからね。まあ、そう、貧乏、リンマリンマさんのように貧乏とか被害者面するっていうのは、もう要するにお金を、自分たちの金をですね、はい、返したくないんですよね。ドバイは全然商売簡単にできますね。経済犯に甘いんで、ドバイは。
はい、日本とのですね、その、まあ、逮捕できないんで、日本の警察が。はい、うん、なんで、まあ、そう、要するにガーシーさんもそこに逃げたわけですよね。うん、でその、まあ、ガーシーさんのね、まあ、ボスたちも、まあまあ、有名な人ですから、うん、とにかく1円もですね、返したくないんでしょうね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。なんで、まあ、逃げるとしたら、まあ、ここ1ヶ月以内じゃないですかね。うん、で、まあ、捜査本部がね、まあ、解散するまで、はい、向こうにいるだけの話じゃないですかね。なんで、ちょっと、夫婦がどういう感じになってわかんないですけどね。夫婦でやり合ってんのがプロレスなのか、仲悪い風に見してですね、まあ、一緒にドバイに逃げるのか、片方がドバイに逃げるのか、それ、あれはもう、いろいろ、ちょっと見とかないとダメですね。なんか、一般的にはですね、その、ツイッター見てるとですね、今、このエンリケと旦那さんが、なんか、喧嘩してる。お互い喧嘩してるみたいな、話になってますけども、それもひょっとしたらプロレスしてるかもしれないんでね。そこは、僕は要注意だと思いますけどね。なんか、丸々鵜呑みにどれもこれも、信用できないですね。なんで、まあ、そこら辺は、難しいですけども、まあ、これですね、僕思い出したのは、この、ジジおじさんの投稿で思い出したのが、これね、こういうことしたのが、確かね、僕の知ってる限り一人しかいないんですよ。S5KB さん、ありがとうございます。シーン、ありがとうございます。この、昔ね、皆さん覚えてるかどうかわかんないですけど、八木しげるっていうね、はい、人間いたんですよ。覚えてますかね。八木しげるがですね、もう逮捕される前にですね、その時は SNS とかなかったんで、はい、記者会見、するのに金を、出版社が金を取ってですね、やってたんですよね。だから、まあ、マインドがそこら辺と一緒なのかなと、僕は思いまして、これ、それ以来じゃないですかね。こういうとこで金を取るっていうのが。なんで、やっぱりその、僕はマインドがそこら辺とね、似てるんじゃないかな、と思いまして。これですね。まあ、本庄保険金殺人事件ですね。なんか愛人がですね、2、3人いてましてですね。はい、その愛人に、まあ、色恋させまして、はい、飲み屋の客にです、色恋させまして、で、まあ、保険金殺人ですね。はい。そこにやってた人間なんですけど、これがまあ、むちゃくちゃのおっさんで、で、まあ、この当時はね、SNS とかですね、なかったので、で、まあ、取材が来ますよね。記者が来ますよね。そうするとですね、その人間からですね、お金を取るんですね。はい、最後らへんなんかお金取って歌、カラオケで歌ってましたからね。だから、むちゃくちゃな人間ですね。なんで、まあ、これも、まあ、要するに飲み屋好きの人間ですからね。なんか、まあ、やっぱマインドはそういう人間と同じなんていうのかなと、僕はそのストーリーでですね、そう、5000円、そう、取ってる時点でね、僕はまあ、この事件ね、この感想がよく来るんですよ。いまだに八木のですね、八木しげるの感想がよく来るんですよ、リクエストは。いいでしょ、この愛人もなんか愛人っていう感じの顔してるでしょ。これですね。だから、これが、もう何年起きたかは、わかんないんですけども、まあ、これが同じような感じじゃないかなと。これの、まあ、今回は殺人とか、ね、なってませんけども、まあ、令和のね、はい、この八木しげる事件じゃないかなと僕は思ってるんですよね。なんで、まあ、さすが、これをやっぱすぐ思い出しましたね。詐欺師の報告は傷公開まで。
だから、いや、青汁王子はアドバイスもないと思うけどね。青汁王子結構なんかボロカスに言ってたみたいなんで、僕見てないんですけど、動画は。ボロカスに言ってたみたいなんで、まあ、ボロカスに言わしたのかもしれませんけどね。それもプロレスかもしれません。はーい。ボロカスに青汁王子に叩かせることによってですね、エンリケさん、かわいそうとか、旦那が悪いみたいな、その流れにしたかったのかもしれませんけどね、どこまでが、あの人たちにやることが、本当なのか、プロレスなのかがわかんないんで、ただ一つ言えることは、エンリケさんがですね、全く、あのことを知らなかったっていうのは 100% の嘘ですね。さすがにないんでね、そういうことを。自分のですね、名前が使われてて、自分の、写真が使われててですね。はい。そして、もともと、今回の今日の動画でも話しましたけども、もともとの彼がどういう人かっていうのを、僕でも、結構グルメ界でもみんな知ってたんですよ。実は、エンリケの旦那さんのことね。もともとそういう詐欺とかで、逮捕歴があるっていうことですね。僕らでも知ってるわけですよ。グルメ界のメンバー、みんな、ね、知ってるわけなんで、奥さんのですね、エンリケさんが、知らないっていうのはまずないんで、はい。だからですね、そのことがありえないですし、まあ、なんでもかんでもですね、知りませんでしたっていう代表、エンリケさんが、会社の代表になってるんだったら、まあ、それは通らないですよね。大人なんでね、勝手に名前が使われてたとか、勝手に写真が使われてたとか、そんなん通らないんで、僕は前の11月の動画では言ってたのは、別にポンジスキームやってるとか、今回ね、飲み屋の従業者が亡くなるっていうのはもちろん知りませんけども、もともとそんな、ある程度予測できたことですよね。どういう人間か。まあ、そう、グルメインフルエンザ M さんもそうですね。要するに、そう、全然タンネージャーさんの言う、グルメインフル、インスタグラマー M さんも、今後、エンリケさんも、この旦那さんも、どういう人間かっていうのが、もともと知ってるんで、別に、予言でも、さっきのね、天瀬ひみかじゃないんで、予言でも何でもなく、まあ、そういう人だからこういうことするだろうな、っていう予測ですよね。まともな人だったらしないじゃないですか。でも結局はやっぱこういうことをするんだなっていう話で、まあみんな別に僕以外の人もみんな言ってましたよ。グルメ界の人たちね。なんで今日昼の配信でも言った通りですね、前の動画出した時に消した方がいいよっていうのは、僕と間の人も、彼らのことをですね、彼ら夫婦がどういう人か知ってるから、やめた方がいいよっていうふうに、言ってくれたんですよ、みんな。その会長以外の人もですね、今日僕がインスタの DM 見した女の人も、他の、ほとんど女性の方ですよ。他の女性の方も、なんか僕の身に何かあったらダメだから、消した方がいいんじゃないみたいな。そういうこと言われましたね。多分、普通じゃないと思うんで、何されるかわからないよみたいな感じのことをですね、はい、何名かから来たんで、なんでまあ、でもまあよかった、あの時一回出しててよかったです。あの動画をですね、削除しましたけども、一回出すことによって、ね、何名かの方は見てたんで、はい、後出しじゃんけんじゃなくてですね、僕は先に出してましたよと。こういう事件はもちろん予測できませんでしたよ。何するか分かんないんで。ただ、僕がいつも言うように、信じていい人か、信じてダメな人かぐらいは分かってほしいなと。それだけですね。そこだけで、彼らはね、特に何か成し遂げたわけじゃないんでね。バンドで曲が売れたとか、いい曲作ったとかですね。映画とかドラマに出て、すごい、ね、活躍したとかですね、野球の成績すごかったとか、将棋強かったとか、そういう面じゃなくて、裏の世界で、のし上がったっていうのは、はい、逆ですから。逆。わかります？表の世界でのし上がったっていうのはすごいですよ。認めるしかないですよ。
うん、まあ、この人すごいな、才能あるな、実力あるなって認めるしかないですよ。でもその裏の世界で有名になるってことはですね、はい、あのどんどんあのマイナスの要素が強くなるわけですから、はい、マイナス50、マイナス100、マイナス200とですね、その、そっちのベクトルが増えるわけですから、より悪いってことですよ。そこを、分かっといてほしいんですよね。全く、ベクトルが逆なんでね。はい。表の世界はプラス方向に、100、200、300とですね、例えば藤井聡太君にしろ、大谷翔平君にしろですよ。悩み相談はマカロンまで。どん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 プラスが重なってみんなに認められていったわけですよ。でもですね、このエンリケさん以外の、キャバ嬢インフルエンサーの人はですね、みんなマイナス方向に得点を重ねていってるだけですよ。マイナス50、マイナス100、マイナス200と。それが、詐欺師、不良、893、チンピラ、にどんだけお金を使わしたってかってことですよ。そこをですね、分かってもらわないとダメですね。なんで何も、褒めるべきこともないですし、何もこう、崇めることもないですし、そういう相手とどれだけ絡んだかってことなんで、だから逆に下げすまないとダメですよね。その人がそんだけ儲けられたってことはですね、どんだけ詐欺の犠牲者がいるかってことですよ。結局どの詐欺師もそうじゃないですか。すごく指さん、OK、ありがとうございます。結局は全部そうなんだよね。今の、姫香ちゃんにしてもそうですよ。それはすごいことかもしれませんけども、その金はどっから出てんねんって話ですよ。1日5000万使ったりとかですね。はい、1日1億円使ったりとか。出てましたよ。ストーリーかなんかに。1日1億円の、お会計、伝票。出てましたよ。まともな人が1日1億円使えるはずがないんで、だからそこが問題ですよ。全員一緒ですよ。もうこれだけは間違いないです。キャバ嬢インフルエンサーの成り立ちは全員一緒。それ以外はやっぱ有名になれないんで、だってまともな人ってお金使えないでしょ。1日5000万とか1日1億円とかっていうか、まあそんな店行かないんでね。昨日も、誰かのツイートで言いましたけども、まともな人はそういう店行きませんと。8、9割。だから行きませんと。だからまあ、もう無理ですよね。みんなその、僕顔とかどこ言ってませんよ。その姫香ちゃんにしても。顔はね、みんな可愛いのかもしれませんけども。まあそれは、それとこれは別の話で。僕ブスとかは一個も言ってないんで。そこはもう全く別の話ですからね。よく言われるんですよ。でもなんとかちゃん可愛いのにとか。言われるんです。いや、僕は全くそのとこけなしてないだろうと。そうそう。なんで、そこを分かっておいてほしいですね。別に顔なんかけなしたこと一回ないですよ。ねえ。それは人の、どれを可愛いと思うか、どれを可愛くないと思うかは人の趣味ですし、それは何とも言いませんよ。ただ、どういうふうに成り立つかの話をしているだけの問題ですね。はい、ということでね、これはまあ今後もね、多分いっぱい来ると思うんですけども、まあその通り、今日もね、インスタグラム質問コーナー火曜日なんで、このね、エンリケさんの旦那さんの、写真がです、ガーシーさんが挙げたのかな。はい、もう写真が、顔写真が出たんですよ。はい、それで、ものすごく、関数学のね、リクエストも来てるんですけども、まあこの夫婦、の感想枠についてはもう見たら分かりますよ。別に僕が見なくても分かり、はいはいはいってなりますよ皆さん。ただもう逮捕されてからいいんじゃないかなと僕は思いますね。今やったところでね。別にもうここまで来たら後出しも先出しもないんで。はい、あとはもう警察が、どのタイミングで、逮捕するのか、はい、しないかだけの話なんで。まあ、どうせだったらですね、今ごちゃごちゃ言われるよりも、まあ、逮捕されてね、他のことが明るみに出たりとか、情報がいっぱい出てからの方が、まあ、確実な読み取りもできますし、いいと思いますよ。もっと写真も出るでしょう。今はなんかね、そのガーシーさんが言った、
写真が1枚だけっぽいんですけども、あの逮捕されたらですね、その連行時の写真とかですね、はい、あの出ますし、うん、まあ、そこからでいいんじゃないですかね。はい、ということで、令和の八木茂ということですね。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。キズ公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。ツイッターはチャンネル最新情報、インスタグラムでは火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。